すいません。はい、じゃあこの表の看板にもあるよもぎ餅と、はい、それからお茶を一つください。はい、わ、はいはい、かりました。はい、お餅、この名物のつきたてのお餅ですね。結構大きいですね。この自家製よもぎ餅の特徴は何ですか？あのね、ここでね、作ってるおじさんが自分で山から取った自然のよもぎのみたんです。あ、もうここで取れたもの、そのままお餅。はい、はい、そうです。結構また緑の色が濃いんですよね、これ見てください。やっぱり取れたてのこのよもぎの葉っぱをそのまま練り込んでるからでしょうね。食べた瞬間にすごい香りがふわって鼻の奥に広がりますね。でまたお餅も柔らかいんですけど、こう弾力があって、やっぱりここで作ってるからこの美味しさっていうところなんですよね。うん、美味しい。じゃあお茶もちょっといただいてみます。うん、なんかこういろんな香りがしますけど、これは何の薬草が？あのね、よもぎの薬草のお茶なんですよ。はい、ここで皆さん山に歩くと、あの疲れてくるので、はい、癒していただくためによもぎの薬草茶、はい、昔からお出ししてるんです。本当にすごい香りが